全トマさん。じゃあ行きます。はい、はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、カメラに向かってチュライフサポはい、カツカメラチュライフサポートのわの時間がやってまいりました。はい、この番組は沖縄市の地域福祉をさまざまな形でサポートしていきます。チュライフサポートでお送りいたします。今日のチライフサポートパーソナリティは私ジンと中条あやです。はい、2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、番組協賛はユンタク屋台宮里旧飯、株式会社沖ガス、リフォーム給排水空調設備の株式会社トップライン、室川ファミリー歯科、在宅マッサージ楽樹堂、看板製作特殊造形のオブジェのご協力のもとお届けしていきます。はい、この番組ではメッセージも募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 はい、たくさんのご意見をお待ちしています。はい、FM 小座が映ったってことで一発目最初に噛むのもやっぱり仕込みなんだなと思いました。すごいいい声で入ったのになと思ったでもいい場所に映りましたね。なんかおしゃれで、うん、目立つんですよ、その感じが。そう、から全部ガラスのようにみんなからもね、そうそう、結構車の方と目が合うのがすごいいいなと思ってちょっとウインク入れたりしてもいいんですけども。で、今日は新しい場所での第1回目のゲスト、サポートのゲストは、はい、じゃあコマーシャルの後また改めてご紹介しますので、はい、じゃあコマーシャルお願いします。はい、でもなんか声も通るね、前のところよりも。はい、すみません。で、千秋さん、何よりも音量すごく通るの、ちょっと響いてる感じ、喋っててもいいと思います。はい、なんか、まあ、慣れてください。それしか喋りやすい。あ、本当ですか。あ、それの方です。そういうような感じで作ってるわけないんだよね。あ、違います。たまたまというか、プロの意見だね。そう、自分の声ってこんななったから。環境、音響、環境ってのは、これはすごい広いですよ。ここも、もっと何が、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 近所さんと喜びね、近所さんと隣に飲み屋が作ると隣に出てはちょっとおすすめですよ。はい、じゃあそろそろ行きます。はい、本日のゲストは、はい、地域にはなくてはならない場所ですよね。地域型包括支援センターというのがあると思うんですけども、まあ、これですね、僕から自己紹介するのはあれなんですけども、やっぱり、ゲストの方から、自己紹介の方も含めて打ってもよろしいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、今紹介に預かりました沖縄市地域包括支援センター中部南の大峰博士と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、今日は何で来たんですか？今日ですね、こっち歩いてたら、うん、こっち来てみたいな感じで。うん、じゃあもうこっち来たからもう帰ってもいいんじゃない？そうですね。なんで？
はい、じゃあ改めましてちょっと前振りこれぐらいで、はい、そうですね、真面目に言ってかないといけないので、ね、本当です、うん、今地域型応援支援センターって言ってもね、馴染みのある方は分かると思うんですけども、うん、初めて聞いた方に対してちょっと少し説明してもらったらいいなと思うんですけども、よろしいですか、はい、地域型地域包括支援センターは高齢者の皆さんの生活や介護などに関する相談支援をします。あ、相談窓口ですね。相談窓口、はい、で沖縄市には7つの地域包括支援センターがあります。これは平成29年4月からスタートしておりまして、うん、で今年度からですね、また、改めて5年目ということで、うん、はい、そのうちの2つが新規、はい、また、事業が変わるということで、うん、はい、僕ですね、中部南、うん、大峰の方が今日改めて挨拶もしながら、うん、また紹介に来たところですね。この7つあるって、沖縄市7つあって、要は地域って呼ぶぐらいだから、地域分けされた7つのうちの1つの事業ですね。はい、その通りでございます。各7つ地域ですね、中学校区域で分かれてまして、うん、ちなみに私たち中部南の方は蒲原、住吉、室川、揚田、照屋の5つの地域になっております。うん、他の地域もまた中学校区域で分かれてますので、うん、その地域に住まれているこの住所、そうですね、そちらに包括支援センター相談になります。うん、はい、じゃあ今回はその中の中部南さんが今日は、そうですね、はい、でも以前も中部南さんあったと思ったんですけど、なんか場所が変わってますね。そうなんです。場所がですね、まあ、以前は旧中部特集会病院のね、近くの金出の近くね、あ、分かりづらい。揚田中学校、バイパス通りですよね。さすが、その通り。あの辺にあったんですけども、今はですね、小座十字路からですね、小屋向けにまっすぐ進むとですね、左側にコバックがあるんですけど、はい、その向かいに船越医院っていう病院があって、はい、そのお隣が、はい、僕たちの新しい事業所になっております。引っ越しっていうか、新しい事業所がそこに。そうですね。はい、駐車場も後ろに6台止められるように完備してますので、はい、船越には絶対止めないでくださいね。それは注意しなきゃいけないですね。重々言われてますので、重々先ほど峰さんの中から生活や介護などに関する相談を支援するって、大峰さん一人でそれは相談乗ってるんですか？いや、地域包括支援センターにはですね、専門職が、いらっしゃいます。まずは、僕の方が主任介護支援専門員、ケアマネージャーですね。あと、社会福祉士、うん、はい、これはまた、高齢者の権利とか、うん、そういうものを守るお仕事ですね。で、あと、保健師、うん、まあ、および看護師、まあ、こちらは医療とか、うん、まあ、医療連携とかそういうのを役割としている専門職、うん、で、あとプランナーと呼ばれている方ですね。こちらはケアマネージャー、介護保険の予防の計画を、まあ、立てる方で、まだいるんですけど、大丈夫ですか？いいでしょう。高齢者実態把握員、うん、こちらは65歳以上のですね、また、地域を回って元気かねみたいな感じで話をするお仕事、うん、であと認知症地域支援推進員、うん、こちらも、もう認知症に特化した相談、うん、あとまた地域でそういう認知症っていうのがどんなのかっていうのを広げていく、うん、そういう普及啓発とかもやっているお仕事、うん、であとは、生活支援コーディネーター、はいはいはい、うん、こちらは地域の人と人をつなげる、うん、まあ、お仕事っていうことで配置されております。たくさんいますよね。ある意味いろいろこの専門職の方たちがいて、それでまた地域を作っていくっていう。そうなんですよ。さまざまな相談というところで、まあ、本当にこの一つの相談からこの専門職が関わっていきながら、またこの地域の困っている人をまたお家でね、長く住めるようにということで、はい、相談できる窓口ですね。ある意味介護だったらね、この決まる生活って言ったらもうすごい幅広いでしょ、相談っていうのは。そう、その通り、うん、お家にね、木が入ってくるけど、この木が邪魔で切ってくれないかねとかね、うん、
もうこういうのでも何でも高齢者だったらね、着れないじゃないですか、実際。まあ、これって本当にどうするのとか。そう、もちろんじゃあ今のが実際にこう、とんなかったら、包括の職員がやるんですか。いや、これはですね、はい、包括の職員はやらないですよ。うん、この薪を切って困ってる人がいたら、それをできる人をまた地域包括は、うん、まあ、一緒に探す。うん、まあ、そこにまず生活支援コーディネーターだったり、うん、まあ、この自治会でね、うん、そういう活動をしている人を通して、うん、また困っている人をまた支援していくっていう、ああ地域の、まあ、できる方の資源を使っていきながら、もしそういう資源がなければまた作る、そう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 、その通り、ああで、それがもうなければ、じゃあどうするのかっていうのをまた僕たちは拾い集めて、これはまた市に提言したり、あ、まあ、そういうのを作った方がいいんじゃないかとかね、相談していくっていう役割も持ってますね。その時に聞いたのが、あの包括のメンバーだけではなくて、うん、地域の方たちも呼んでいろいろもちろんでもするって聞いたんですけど、もちろんです、まあ、自治会ね、はじめ、まあ、民生委員、民生委員児童院ね、であとは地域のスーパーとか、あ、企業とかいろんなの、そう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 、企業とかそういう方々も関わっていくし、もう何もうどんな、ね、もうことでも資源に入るのが、はい、地域包括だけでやるではなくて、うん、一緒に作って考えていくっていう、あ、そうなんだ、ね、ある意味この中部南っていう町ができるんですね。いいねいいね、中心で本当にどんな町になっていくのかな具体的にそちらの法人の名前を出さなかったんですけど、はい、まあでもすごいですね、いろいろと今まで、ね、先ほどの相談とか多分今新しいんですけど、以前は他のところで包括をされたって聞いてたんですけども、やっぱり相談ごと多市に渡って、そうですね、うん、本当に自分以前は、地域包括東部北というところに、うん、勤務されていて、まあ、こちらで約4年ですね、うん、で今こちらに移ってるんですけども、まあ、本当に東部北と、まあ、中部南のやっぱ地域性っていうのは相談を受けてて、うん、全然違うなっていうのは感じます、うん、地域性、やっぱりこの、まあ、東部北区域は海にね、まあ、面したっていうところもあるのが特徴で、うん、そういう災害の意識とか、うん、そういうのがすごいみんな高いなっていうのは、うん、地域あの関わりながらすごい感じました、うん、で今は今でね、まあ、今息継ぎしながら、うん、まあ、中部っていうところで、まあ、自分も小さい時ね、小学校とか銀天街とかね、うん、一番街とかすごい走り回ってた地域を、まあ、大人になってこういう形で関わってですね、子どもの頃見た地域と今ね、こんなに変わったんだなっていう、うん、ちょっとこう、まあ、高齢者が増えてっていうね、うん、そういうのはもう本当に感じますね、うん、お店もあんなに変わったのにね、うん、映画館とかね、うん、まあ、地域包括支援センターは地域を、まあ、作る、つなぐ、もう地域を作っていく、まあ、自分たちが作っていくではなくて、うん、地域の方と一緒に、そうそう、そうですね、うん、地震もどうですか、コロナの方には、うん、本当ですよ、その辺もね、ね、皆さん気を使いながら、うん、しっかり、まあ、マスク、うん、あと手洗い、うん、で常にね、まあ、アルコールをね、しっかりこう持って、で、まあ、移動してる、うん、でもちろんもう訪問先でも体調の確認とか、うん、まあ、その辺もしながら、うん、無理しないっていうところでは、うん、本当にもう気を使いながらの訪問、でもそれをまたあえて見せることでね、しっかり対策してるんだよっていう、まあ、この相談する相手にもね、安心感を与えられるのかなっていうのは感じますね、うん、何もしないでね、なんかちゃんとやってますよみたいな、うん、アルコールはあれですか、この何度でロコがいいとか水で割ったりとか、このメーカーとか持参して利用者が農地で飲んだりとか、そういうのもされてるんです。それはそうですね、そういうこともしてはいけないのかなっていうのはね、はい、落としてます。楽しみ。楽しみ。楽しみ。リクエスト曲こうやって聞くなんてことね。いいの？リクエストできるの？できますよ。すごい。なんか好きな歌ある。いいんですか？はい、じゃあイエローモンキージャムであるんですかね。ありました。
じゃあ探してる間もう少しね、はい、ちょっと包括について、でも先ほど生活全般ってじゃあ今度は介護に絞っていって、うん、ね、介護保険って介護保険を利用してる人だけの相談なんでしょうか。あーではないんですよ。要は主任介護支援専門の立ち位置って何かなっていうのは、うん、主任ケアマネの立ち位置っていうのは、まあ、ケアマネージャーについてるぐらいだから、うん、ケアマネのそういうサポートもやってます、うん、であとケアマネージャーは計画も立てて、まあ、フォーマル公的なそういう介護サービスもつなぐんだけども、うん、インフォーマル、うん、地域のこういう資源を、うん、まあ、発掘探してそれをつなぐお仕事でもあるので、うん、そういうのを紹介、うん、またつないでいくっていう役割も持っています、うん、もっと言う、もっと言う、もっと言う、来週の方とかで来週ももっといっぱいあるからね。やっぱりこの介護支援専門員で主任っていうのはやっぱり何かしらこの経験しないといけないとか、お金をあげれば主任がつくのとか、そういう条件っていうのは何ですか。条件は介護支援専門員ので実務を5年以上積んで、うん、先生、どこだった？お寺だった？お寺、お寺だった？どこだった？普天間神宮だった？普天間神宮、成田さんだったかな？結構誰か突っ込んでた。じゃあ、実践してくれかけましょうかね。はい、まあ、まあ、お願いします。ちょっと、入り方が無謀だったね。飛ばしたいなと思って。すごい、これ、僕もあるんで、一番ぐらいでございますね、はい。カラオケで必ず歌うからね。え、少し聞いてみて。これ大好きだ、うん、相変わらず、あれだね、いい声してるなと思って。ザース、おはようございます。それで、中条さんもラジオに毎週聞きながら、すごいね、そう、しゃべることしゃべることこれちらも上手だよね。いや、本当に聞いてる、聞いてますか。マジ聞いてる。あ、新庄さんもね、選手でしたね。ね、本当に聞いてくれて嬉しかった。聞いてる。いつもさ、あのメールも何度かトライしてるけどさ、できなくてもさ。ああ、そうだね。結構そういう人多いな。メールやってるけど、やり方がちょっとうまくできない人も結構いて。マジでやってる。それぐらいにかかって習ってたらいいかもいいのかな。言ってくれてるさ、ちょっとね。そうそう、メールはさ、できないって結構言うんだよね。やりたいんだけど。聞きながら、うん。うちはね、これ。なんかね、考えさせられる歌だね。で、これも少し無料ね。貸し切ってる音。ついてなくて言わないと、そこのフレーズが好きでとか、何番だったかな、最後まで。一番しかないよ。飛行機が落ちませんでした。落ちませんでしただった。これ新しいやつだな。その中に日本人はいませんでした、ね。なんか複雑だね。あ、わかるこれ。ね、うん、きっと。あ、それちょっと出てる。残業しながら、みんな見てくれない、靴ジャパンとね、みんな見てくれない。じゃあ、そろそろ戻ります。はい、はい、どうぞ。はい、イエローモンキーズでバターでした。ジャムだよ。あ、ジャムでした。なぜジャムかリクエストしたんですか。ジャムね、とってもこれね、感慨深い歌でね、うん、あ、そうなんだ。ジャムちゃん、なんちゅう、もうカラオケも大好きなんですよ。機会があったらね、歌いたいですけどね。大木姉さんは曲、ノリで楽しむのか、歌詞が好きなの。あノリだね。最初はノリで入ると思う。だけど、ゆくゆく聞いたら、こういうこと言ってたんだ。あ、このメッセージっていうのが、無料を聞いてるね。そしたら、そのメッセージっていうのが、掘り下げて、聞かない方がいい。そのメッセージはね、何だったかな。飛行機は落ちませんでした。だった。うん、そこに日本人はいませんでした、いませんでした、うん、みたいな。誰がいたのかな。そうだよ、そうで。
日本人は守りますって話の。じゃあ、僕は聞いてみて。なかなかいい試合です。そうですね、皆さん一度ね。でも英語は面白いっていっぱいありますもんね。面白い、本当に。自分も大好きなので。マジでいい歌いっぱいあるんですよ。じゃあね。英語からで行くし、こも大好き。X も。じゃあ、中国南のテーマ曲っていうのはやっぱり、テーマ曲ってあります？テーマ曲あるよ。もちろん。あるよ。ルナシーのロージだ。あ、ちょっと待った。バンド系が好きなんだね。そうそうそう、ビジュアル系大好きなんだ、ね、昔、本当によ。アイハンするってやつですか？いやいやいや、何何何？聞き逃したけど。ハンピエーです。ビジュアルさん。昔はね、カロッと見る曲ね。そうそうそう。今までで生きてるけど。あったかすね、もちろん。なんか、移転して、どのくらい？そうだね、3月1日に引き継ぎ始まってるから、うん、1ヶ月と、ね、もうこれ15だから。そうか、4月スタートでしたもんね。そうそうそう。形つきました。一応、建物はね、うん、もういろんなの揃ってるけど、今、引き継ぎがね。うん、本当にもう、あの、今残ってるね、ヒアネさん、ヒアネさん、森山さん、森山さん、中曽根さん、中曽根さん、みんな行っとかないと頑張ってるわけよ、うん、もしかして今聞いてる？今聞いてるよ、絶対。もっといい、閉まってたらショックだけどね、開けといてよって言ったけど皆さん頑張ってるですね。本当だよ、ずっと電気もついてるわけね、ちょっと遅くまで、本当に大変だね、電気ついてやっぱ。だからね、いろんな意味での行き過ぎ、重なってしまったからね。あ、うん、誰ここでね、もう少しじゃあ、ボッカスの中に話聞きたいなと思って、今ね、いろいろ女の人の名前を挙げたんだけど、主任極まりないちっていうの、自分たちも極まりたか分かるんですけど、じゃあ、先ほど、社会福祉、兼業後とか虐待とか、いろいろあるっていうんですけども、中曽根雄介さんですね。雄介さん、もうこの方がね、もう今までの中部南のこの経験をそのまま引き継いで、今いるんですよ。心強いね。本当にもうプロフェッショナルです、ね。もう横で見てても勉強になりますよ、やっぱり。上手、本当に。あと森山智内さん、当たってるかな。コーディネーター。だったんですけども、うん、今は認知症地域支援推進というのを推進できたんだ、はい、配置して、うん、で社会福祉士の資格を持ってるんでね、うん、それをぜひ次のステップアップでね、うん、生かしていけるっていう、だからまあコーディネーターのね、うん、やってきたことも次につなげられる担当でもあるので、うん、本当に期待ですね。その二人だったらね、もうバッチしかしないですか。でもう一人で、ね、すごいよ、この人が、日屋根翔太さん、聞いたことある。本当に、もともとはね、あの愛生でね、うん、あの接聴してたんだけど、うん、今ケアマネージャーをやって15日、うん、バリバリ担当者会議とかやってるよ、うん、1年の病院。あ、じゃあ彼はケアマネージャープランナー。ケアマネージャープランナーで、すごい、うん、見ててね、勉強になる、うん、自分もね、こんな話だから初めてのケアマネージャー初めて、初めてじゃあケアマネージャーの仕事をするって、そう、もう別に来て、すごいさ、もう見てて、うん、みんな動けるなと思う。でも他のね、いろいろな面でもいろいろですよね。みんな頑張ってる、ね、頑張って、すごい。やっぱりカサレが今団結して、うん、中国南の力として、うん、お皆さんが孤立していってるって感じ。いや、みんな、なんでよ、うん、どこに行くじゃん。やっぱりリーダーとして、センター長でしたよね。そうそう、もうね、じゃあ、あと2分弱なんですけど、いや地域の方にちょっと分かりやすく、うん、なんかアピール。アピール、うん、そうですね。はい、じゃあ、はい、私たち、地域包括支援センターは、うん、はい、本当に分かりやすくですね、うん、まあ、高齢者、うん、まあ、65歳の、うん、まあ、相談窓口っていうことで、一番の目的は、うん、やっぱり今ね、住んでる、まあ、お家で、うん、やっぱり住み慣れたところで長く暮らしていくために自分が何が、ね、できるかなっていうのをこう健康をね、うん、一緒に考える場所になってます、うん、なので
介護保険サービス受けるところではなくて、うん、本当に健康、うん、自分の健康を一緒に考えるところ、うん、健康、例えば運動したいんだけどどこに行ったらできるかにとか、うん、あとはね、そういうなんか心配事とかを一緒に考えて、うん、お家で長く住める、うん、そういう、まあ、窓口、まあ、本当に何でもね、まあ、気軽に相談してほしい、まあ、場所ですね、うん、はい、なので、はい、皆さん気軽に、なんか固いとこではないので、うん、ぜひ相談してほしいです、うん、はい、じゃあラジオを聞いてリスナーの皆さんへ、鎌田、住吉、村川、上田、照屋の方は、地域包括支援センター中部避難に、船戸市員のお隣さんであります。お皆さん遊びに来たよって言ったらいいでしょうか。あ、嬉しいですね、最高、お茶を出してくれるそうですので、お茶、お茶、はい、お茶コロナ対策ではないんですよ。あ、そうそうそう、じゃあ次は実際にしてくださいで、伺ってくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあもう時間もそろそろ来たので、また来週のゲストも、お皆さんそんなんで喋り足りない？おいいの？うん、いや、ありがとうございます。じゃあ、お茶持ってきて。2週は続けて、つぼみなめに、お皆さん。はい、今度。はい、来週も皆さん、じゃあまた来週、チラムサポートの、わ、はい、はい、OK です。はい、ありがとうございます。あっという間で来たらちょっと。ね、さすがだね。でもさすがだね。そうだね。いい声してるな。先生、一緒に入る？3人でしょ。